サムネやタイトルで釣られてきた人申し訳ないです。こちら伊香保温泉の案内動画ではありません。すいません。どうも皆さん、こんばんは、セラです。はい、突然なんですが、たまにはただのトークもありなんじゃないかと思ってですね、思いつきでトークやってます。というのもですね、キリバン企画で前2000人とか3000人のその1000人単位で、キリバン企画やってたんですけど、この4000人記念動画とか出してないのでですね、個人的に話したいこととか全然話す機会もないので、たまにはこんな形でトークだけでもいいんじゃないでしょうか、ということでですね、このまま無理やりやっていきたいと思うので、よかったら最後までお付き合いください。ちなみにこの映像はですね、我が群馬県伊香保温泉ですねにあるこの石階段っていうところなんですけど、なんでこんなところにいるのっていう感じなんですけど、これはですね、今月9月ですね、渋川千人ロックのウェブセッションっていう動画がですね、公式さんから YouTube にアップされるんですよね。で、その千人ロックというのはですね、発祥はイタリアだったけど、でこのイタリアで行われるロックフェスでですね、この1000人で、1000人以上集まるのかな、集まってバンドするんですよ、大人数で。でそれをですね、この渋川市でもこの数年前からこう毎年行ってるわけなんですよね。でそしてですね、その去年と今年とですね、あのウイルスの影響でこの1000人ロック、この1000ロックがですね、開催できてない状態だったんですよね。でそこでこの渋川のこの運営さんがですね、ウェブセッションという形に切り替えてですね、この松本先生のテルミーをウェブでみんなで演奏しましょうっていうことで一般応募を募ってました。でその完成された動画が今月公式さんからですね、アップされるわけなんですよね。で来年こそこの渋川のグリーン牧場に集まってですね、皆さんで、で一応これはロケットダイブをやろうっていうことになってるのは、この延期になってるわけなんですよ。で来年こそこのロケットダイブをこのみんなで演奏したいですよね。んでせっかくこのグリーン牧場に来たからには、でぜひですね、この伊香保温泉のこの温泉街にも立ち寄ってみてはいかがですかっていうことで、階段登ってきました。来年のために皆さんイメトレしておいてください。これ僕のこの家からこう1時間ぐらいでこうついちゃうんですけど、割と近いんですよね。でこうなんかイニシャル D とかこう知ってる人はですね、イニシャル D のこのなんていうんですか、聖地だったりするんでですね、あと伊香保温泉は日本の名湯って呼ばれるとこなんで、で温泉はなんか茶色い黄金の湯みたいな、なんかそんなような感じなんですよ。でまあそれなんでですね、来年そのウイルスとかその落ち着いてワクチンとかこう皆さん打って、世の中的に日本的に落ち着いてきたらですね、このロケットダイブがこう渋川で開催されるのでですね、よかったら来年に備えてちょっとこの石井の階段でも見ててください。こんなところだよっていう感じですね。ぜひこの伊香保温泉街にもですね、立ち寄ってみてはいかがですかって感じですね。前日に前のめりに来てもいいし、その千人ロックが終わってその日に泊まってでも一泊してもいいですし、でこのちなみにこのあれですね、この途中で僕ここだ、ここで写真撮ってるんですけど、ここで全体写真も撮れるような感じなんでですね、よかったらみんな集まって全体写真とか撮れたら、楽しいと思います。というわけでですね、これから動画内でですねやろうかなって思ってることがあるんですけど、それはズバリライブ配信ですね。ライブ配信をやりたいと思ってるんですけど、これはギター配信じゃなくてですね、ゲーム配信なんですよね。でこれおい、あすったらゲームなんかいいからギター解説に専念しろよって言われるのは覚悟してます。覚悟してるんですけど、もちろんそのギターでライブ配信もしたいと思ってます。でもちょっとその前にですね、僕ちょっと個人的に気になってることがあってですね、松本先生がバイオハザード1やら2にハマってたって皆さん知ってますか？で僕バイオハザードのその1、2ってやったことないんですよね。でもしかしたらですね、その視聴者さんの中にもですね、バイオを知らないっていう人がいるかもしれないんで、松本先生がハマったならですね、やっぱり知りたいじゃないですか。
どういうことやってたのかっていうのをちょっと僕もちょっと気になってるんですよ。松本選手がどういうゲームをどういう気持ちでやってたんだろうっていう。でちょうどそのバイオハザードはですね、バイオハザード1とか多分ハイドアフェイスの頃ですよね。でバイオハザード2はサイエンスのアルバムの時期になんか松本先生やってたぐらいの時期ですかね。だかそのバイオちょっとやっぱ気になるじゃないですか。でせっかくちょっと僕個人的にやるんだったらですね、それ実況で生配信しちゃった方がいいんじゃないのかと思ってですね、バイオ知らない人はですね、せっかくだからその松本先生がどういうことをどういう景色を見てきたんだかっていうのはですね、まあ、せっかくだから一緒にやろうかなと思ってですね、この秋にでもですね、ライブ配信、ゲームのライブ配信ができればいいんじゃないかなって思っているところです。で多分ビビってですね、僕あんましその一人で怖いのとか苦手なんですよ。そのびっくり脅かし系はあんまし苦手なんでですね、まあ実況できるかどうかわかんないですけど、とりあえずまあ実況ではないですね、ただ僕がゲームやってなんかちょっと喋ってるっていう動画になっちゃうと思うんですけど、まあそれの生配信ですね。じゃあそれをですね、皆さんと一緒にプレイしていこうかなと思っています。というわけでですね、まあ予定は未定ですけどですね、この秋にでも生配信ができたらいいなと思ってるんですけど、まあまだわからないです。でも一応その、野望として今それを思っています。というわけです。はい、予定は見てアステラでした、はい、ちゃんとギターの解説もしますんでですね、よろしくお願いします。最後までありがとうございました。バイバイ、アステラでした。それでは最後にこんな曲でお別れしたいと思います。僕が二十歳の頃にやってたバンドで10曲入りのアルバムの一番最後にクレジットされてた曲です。ちなみに一番最初にクレジットされているのは過去動画に出した曲です。でこの頃は英語も音も何もかもぐちゃぐちゃですが、雰囲気的なものを感じて聞いてみてください。これ僕が作ったやつですね。グリューベンチダークで End of Sorrow。